2月5日の問題もこのドロップアウトってですね、別の意味で確か正解になってましたよね。同じ選択肢正解するんだなと思って。数字が絡んでくるから非常に厄介。これよくあるパターンです。段落正常のね、あの講座もやってたんで、これ第2段落出てきてるから、これいいの答え乗っけちゃってんじゃん。ということで始まりました、まちチャンネル。さあ、今回は関西大学の問題を公表していきたいと思います。まあね、関西大学もね、いろいろ残学部あるんですけども、まあその中から公表されている2月2日と2月5日の問題をやっていきたいと思いますね。で、別に関西大学受けないとか、いう人でも役立つ情報出てきますので、特にね、知識問題、それを聞いておいて、今後の勉強に活かしてほしいかなと思いますね。さらに関西大学受ける人は、解き方説明しますので、段落正常とか、特に参考にしてもらえればいいんじゃないかなと思いますね。はい、最初、会話問題ですね。絶対全部取れなきゃダメです。やはり関西大学も立命館も簡単です。確実に正解しましょうね。ヒントになる単語をきちんと抑えられるかですね。1番だったら I agree っていう返答に対するものとか、2番だったら Why don't you go to one っていうね、この one が指しているものを答えるとかですね。4番だったら Sure, that sounds fun っていうね、この Sure とかね、that にね対応するものを分かるとか、そういったやっぱ代名詞指示詞が基本になりますね。続いて嫌いな人が多い段落正常の問題ですね。今回はうわー手順バージョンだって思ってですね、そう、手順の並べ替えっていうのはですね、得意な人と苦手な人が結構分かれる問題ではあるんですけども、今回はちゃんとね指しているものが分かればいいかなと思いますね。 E に The first stage ってくるんで、最初のステージってくるから、この手順のうちの一番最初だなって分かる。 F に After dirt is removed って書いてあるんで、ここのプロセスが前に書いてあるのを選ぶわけでしょ。で、次が C の This に当たるのが F の Your Pressing Tool ですね。で、ここです。ここの EFC の順が確実につかめれば楽です。あとは最初と最後だけだから。B と D はね、どっちが先に来るかなんて明らかですから。はい、やはり代名詞、指示詞の指すものっていうのがとっても大事になりますね。まあこれは後に2月5日のまた別のパターンも紹介します。続いてね、NASA で活躍したね、黒人女性の人の話でしたね。なかなか面白かったと思いますね。はい、まず1番目のですね、Securing Degrees ですね。これ大事。もう総計クラスでしょって言うんですけど、動詞のセキュアですね。形容詞しか知らないのは絶対ダメって言ってるやつです、いつも。2、簡単ですね。3番の be accepted to 大学の名前とかね。で、この大学に入学するって日本人の場合ですね、pass the entrance exam とかね、大学入試をパスしたとかって言う人が多いんですけど、やっぱね、普通はアメリカでやっぱこう be accepted to とか be admitted to ですね、なんていうのがよく使われますね。なんで押さえておきましょう。4番 hired は簡単ですね。5、included in 簡単。6、passion。まあ、これはできてほしいかな。7、deter ね。はい、これは確実に取ってほしいかなと思いますね。文脈でいけるし、そもそも A が入るんだったら B も入るしね。で、8、during which 簡単。うん、次、by hand は悩んだ人はいるんじゃないかなと思った。10の position、いい問題ですね。この、後ろのね、目的語が the lander っていうものになってるので、position にしないといけないんですよね。11番は、イディオムを知らないから無理なんじゃないと思ったけどね。drop out of the public eye ってですね、この注目されないとか、みんなから忘れられちゃうっていう表現ですね。面白いのが2月5日の問題もこのドロップアウトオブってですね、別の意味で確か正解になってましたよね。同じ選択肢正解にするんだなと思った。12番人々の動作は超品質。13番は簡単。14も文脈でいける。15は超楽勝。で、次内容一致問題ですね。これもやっぱりね、これね、本当ね、ページめくんだがものすごくめんどくさい、離れてて。でもやっぱね、3択なんで結構取りやすいと思いますね。1簡単、2簡単、3簡単、4がね、引っ掛けがうまいなと思ったかな。合計、ステムね。6番ステム。これね、投資の講座にも入れてますけどね、重要ですからね、ステムってね。7も簡単。やっぱ内容一致がだいぶ楽だったと思います。それに対して3番のね、大問の3の長文は内容一致がちょっと厄介だったかなと思いますね。読みにくいよね。はい、知識問題いきましょう。最初、カウチポテトですね。これは知ってなきゃダメですよ。カウチソファーに座ってポテトチップス食ってるね。運動しない人のことですね。まあ、エクササイズについてのね、英文だったんだけど、普通はね、エクササイズすれば体にいいとかっていうのが普通なのに、この問題ね、そうじゃなかったのが面白かったですよね。そんなね、長生きするって言われたって実感できねえよみたいなのが面白かった。で、2番は、フィギュアの言い換えだ、ナンバー、超基本ですね。これ絶対押さえておきましょう。で、3番、get a better grip。そう、グリップには掴む、理解するっていうね、その意味があることが重要ですね。4番、まあこれは基本ですね。で、5番は文脈で確実に解く。6番も文脈ですね。そう、rethink ってね、結構よく出てきますよ、こういうふうに。なんとかについて考え直すみたいなのね、他動詞なんですよ。で、7番が文脈で解くやつだけど、これが難しいと思った。
で、8番は、まあ8番は解けてほしいね。to start with っていうね、最初はっていうのが分かればいいよね。あ、9番できなきゃダメでしょ。10番もそうですね。内容1234簡単ですね。で、この辺からですね、56とか数字が絡んでくるから非常に厄介。計算しなきゃいけないじゃん、これね。だからめちゃくちゃ数字弱い人にはむっちゃむずいと思った。で、7のトピックは簡単ですね。まあなんか面白いですよね。タバコ吸ってこれだけ寿命が縮まるとかってね、言われてても、実際そのタバコ吸ってる時間もあるわけだしとかっていう考え方とか面白かったし、その毎日20分エクササイズすれば2年間ぐらいより長く生きれるって言われたって、そんなのその2年間に価値あるっていうね、その20分動かすことが嫌いだったらその2年間やる価値ある、逆にやる気なくなっちゃうんじゃねえのみたいなね。内容的にはめちゃくちゃ面白かった。でも数字嫌いな人には非常に厄介な問題でしたね。はい、続いて2月5日行きましょう。まず会話問題はやはりちゃんと全部取れなきゃいけません。まあ、引っ掛ける気は満々だなとは思うんですが、全問正解余裕でしてください。続いて段落性映像なんですが、これは先ほどはプロセスを追っていくものでしたが、今回はまた別のパターンでよくあるやつですね、これはね。この AI、まあ AI ってトピックがすごくよく出てくるんですけど、AI のいい点2個言って、良くない点2個言って、でまとめみたいなね、これよくあるパターンです。段落正常のね、あの講座もやってたんで、本当によく出てくるなっていう印象ですこれ。はい、続いて大問2ですね。あー面白かったですね、このね、ジミユイさんね。ユイって書いてあるからさ、女性だと思って読んじゃったら読みにくいね。男性ですかねこれね。一番いい問題ですね。後ろに ing が来てるからといってね、すぐに B 動詞に飛びつかないやつですね。 SVOC の O が前に出てきてるってよくあるパターンね。このパターン2問出てたよね、同じやつに。2番ね、ユイが男性って分かってないとダメですね、これね。そんなむずくないんですけど。3番はこれは消去法かな、どうなの、みんなわかんの、ポイントの3点ですね。じゃあ4番はインステッドは絶対できなきゃダメですね、これは。文脈で確実に解きたい。で、5番文脈で trouble はいけるでしょ。そうですね。6番の a world away from Tokyo 超離れてるってやつですけど、 a world away がこれ第2段落に出てきてるから、これいいの、答え乗っけちゃってんじゃん。こういう問題は良くない。7番はい、 B2 不定詞ですね。ちゃんと次の文にね、I was determined to become っていうヒントも載ってますから、できなきゃダメですね。で、8番も initially はちゃんと次の文が but で対比になってますから解けなきゃいけません。で、9番が drop out of ですね。はい、これで drop out するっていう、ね、いうやつです。だから drop out of が2月2日も2月5日も問われてた。で、10は文脈でいけるでしょ、表現を知らなくても。11も楽ですね。barely は選べたはずですね。で、12番 40k、 これなんでまた計算させるんだよ。along the way はできてほしいね。in this way とか選ばないでくださいね。前に指すもんないよ。で、14の方はちゃんと B 動詞足す ing の形でもね、同じポイント通ってる。15番が philosophy、 そうですね、考え方とか人生観っていう意味を知っといてください。哲学だけではダメです。続いて内容1、まあ1ちょっと難しいかなと思ったけどできますよね。2もそうですね、ちょっと難しいなと思ったけどできるんじゃないかなと思いますね。3はできる、 4もできるでしょ、5もいける、6番、あーちょっと難しかったかな、消去法でやった方がいいかな。7はできますね。ちょっとまあいい子ちゃん回答で好きじゃないですけどね、なんか道徳的にいいの選べば正解みたいなの嫌いなんですけど。はい、続いて大門さんですね。ポジティブサイコロジーですね。これ結構出てきますね、いい言葉がある。 EQ っていう単語がまた出てきたって、これ20年ぐらい出てないですか、 EQ って。 Emotional Intelligence ね、まあ頭の良さ、 IQ だけじゃなくてね、他人のことをいろいろ考えられるとかね、そういうのが必要よみたいですね。1の言い換え簡単でしょう。2の言い換え、2の言い換えも簡単。3番 take into account を consider に言い換えるですね。これまた出題されますね、未だによく出てくる。4文脈、5はまあ知識でも文脈でもいけるよね。6、7、8もできなきゃダメです。9のね、このね、スタンダーダイズドテスティングってよく出てきますね。共通テストみたいなやつですけど、このエグザムに関するものは非常によくね、出てきますね。10もできてほしい。で、内容1、1簡単、2簡単。あ、3がちょっとむずいかなって思うけど、まあ書いてありますからね、言い換えちゃんと選べるかなって感じかな。4大丈夫かな。5、6、7も大丈夫ですね。まあやっぱり3択だっていうのがね、大きいと思いますね。引っ掛けもあるはあるんですけど、確実に取れてほしいものばかりだなと思います。で、90分あるんで、まあ長文長いし、内容値もいっぱいあるからって思うんですけど、大丈夫です。だいぶ、だから総計レベルの人がいるとだいぶ余ります。私1時間で2月2日、2月5日両方終わってますから、だから1個30分ぐらいで終わるんで、なんか内容1順番通りですから、このページのね、めくるのさえなければ、ページめくるのがね、めんどくさいかもしれないですけど、まあ、それぐらいでできるようにはなってるものなんで、基礎知識を確実に入れて、解き方っていうのを覚えておく。大門1は瞬殺して。大門2、3は、もうちゃんと空処補充、言い換えをやりながら内容1もバン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 解いていくっていうのができれば大丈夫になっています。はい。
ぜひ参考にしてみてください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。 高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。